私の一言で場が凍りついた瞬間。静岡県御殿場市うさぎさんの私の一言で場が凍りついた瞬間。マジで経理の太田さんには切られないわけじゃん。新入社員の歓迎会で何か悩みがあったときはミシコさんに相談しな。え、あたし、うん、あ、それ間違いないっす。いつも明るいムードメーカーですからね。と言われたので盛り上げようと。そんなあたし明るい人じゃないわよ。ガッチョーンとボケたが、若者に伝わらずとんでもない空気になったとき、長崎県諫早市花さんの私の一言で場が凍りついた瞬間。エマちゃんいくつ？親戚の集まりで、6歳。はい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 、ちょっと待っててね、すぐ準備しちゃうから。あら、エマちゃんチョコレートつけちゃってるわ、ほら。あ、お母さん、これ取り分けときます。いいから、あつこさんはここに座って待ってて。忙しく動き回る義理の母を褒めようと。お母さん、尻が軽いですね。え、すっごい尻軽じゃないですか。と言ってしまった時。ということで、私の一言で場が凍りついた瞬間。